ねえ、早速敷いてみていい？っていうかよく考えたら、この家、泊まるための道具が何もないね。司ちゃん、どうしたの？あっちで待っててくれればよかったのに。でも、こんなのでよかったの？もっと高くていいのもあったのに。確かに湯崎くんの成績なら、国立の名門でも A 判定でしょうけど。でも滑り止めはどうするの？お金の無駄だって私立の推薦も蹴って。いやいや、こちらこそ。でも大変だったね、火事なんて。朝くんにも怪我がなくてよかったわ。一つでよかったかもしれないけど、一応押し入れに司さんのお布団用意しといたから。母さんたちの寝室泊まりだから。確かに当面の泊まる場所は問題っすね。なら新居が見つかるまでうち泊まっていきます。使っていない裏の離れでいいなら、うちは別に構わないっすよ。はい、どうも。 NASA の父のエニシです。そろそろお風呂が沸いたみたいなんだけど、入ってみてはどうかね。漫画ミュージアムの入場券も手配済みです。私、銭湯って初めてかも。いいお風呂だったわね。まるで普通の女の子みたいに。そんなことはない、姉様は。もう逃げられちゃったじゃない。って旦那さん優しい。本当にあんな仲良し夫婦を別れさせるの？